はい、どうも皆さん、こんにちは。以ゼかです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ7月から最大1.5%還元、楽天キャッシュの使い方、楽天カードからのチャージやポイント払いでも還元の対象にということで、久しぶりの楽天ペイの話題ですね。まあ、少し前から楽天ペイは、楽天併スイカあたりの発表からちょくちょくキャンペーンを打ち出してきていまして、まあ、今回はその楽天ペイを利用されている方全員が対象となるキャンペーンとなっています。まあ、ちょっとしたシミュレーション なども含めて解説していこうと思いますのでぜひ最後まで楽しんでいただければと思いますそれでは行ってみましょうそれではまずはこちらからですね今回大きく2つあるんですけどもこの1つ目がこちらですね楽天ペイのコード qr 払いでいつでも最大1.5%還元というキャンペーンとなっております で、こちらのキャンペーンですね、エントリーが必須となっておりまして、期間は2020年の7月の1日より7月の31日までとなっております。今ですね、こちらのエントリー必須なんですけども、現在6月時点でもエントリー可能となっておりますので、ぜひ参加される方はですね、エントリー先にしておくことがいいと思います。でですね、この最大1.5%還元のキャンペーンなんですけども、色々とちょっと分かれておりまして、それぞれ一つ一つですね、小分けにしてお伝えしていこうと思います。 で、まず一つ目のこのチャージ払い、括弧楽天キャッシュというところですね。で、そもそもですね、この楽天キャッシュって何ぞやっていう風になると思うんですよね。むしろ僕がなりました。まあ、あまりこう楽天ページ体の利用頻度がかなり少なかったので、まあ、これを機にですね、少し調べさせていただきまして、 ま、例えばその楽天キャッシュなんですけども、他のコード決済で例えばで言うと、あの、ペイペイとかで言うと、銀行口座からペイペイにチャージして、その時に使えるようなボーナスとかにちょっと近いのかなと思います。まあ、なので楽天キャッシュってなんかチャージをして使うものっていう風な認識でもいいかなと思います。で、この楽天キャッシュ自体は、街やネットで利用可能であったりとか、あとフリマアプリの楽マっていうものがあるんですけども、その売上金をこの楽天キャッシュにチャージができたりとか、あとは楽天銀行からチャージが可能であったり、そして、 この楽天キャッシュは送金も可能となっております。で、実際のですね、楽天ペイの画面で、どんなところで楽天キャッシュが確認できるかというところなんですけども、まず一番上の右の部分ですね、見ていただきたいと思うんですが、ここが右上楽天キャッシュ0と書いてるように、僕ですね、本当に使ったことがなかったので、まだずっとこの楽天キャッシュは0のままですね。で、早速ですね、今回この試しにですね、チャージというのをですね、やってみたいと思いますので、右上のチャージっていうところをタップします。 そうすることによってこの画面に切り替わりまして、金額を入力で1000円以上からチャージすることができます。で、僕は楽天カード、クレジットカードを持ってますので、そこからチャージをしてみたいと思います。で、1000円を試しに入れた状態でチャージをするんですけども、先ほど解説にもあった通り、楽マの売上金をここでチャージすることもできますので、まあもしそこからチャージしたい方はここから試してみてください。 で、楽天カードからチャージする場合は1000円を入力して、ここのチャージするというところをタップしたら、まあご覧のようにですね、ここに楽天キャッシュ1000というふうに反映がされております。ここでもう普通に1000円分として使うことができるということになります。結構簡単ですね。でですね、ちょっと気をつけてほしいのは、今僕の場合は楽天ペイの支払い元っていうのが楽天カードのクレジットカードとなっております。なのでもし楽天キャッシュで支払いたい場合は、この支払い元というのを切り替えます。 早速ですね、ここの矢印が入っているお支払い元というところをタップしたら、ご覧のような画面に切り替わります。今僕の場合、お支払い元の設定ということで、楽天カードのクレジットカードであったりとか、他のクレジットカードのビザカードを入れたりとか、そして、ここのですね、楽天キャッシュというところの右側のチェックのところをタップしたら、今緑の枠が入るようになります。 で、ここで設定するをタップしたら設定完了ということでお支払い元を設定しました楽天ペイをご利用いただけますというふうにポップアップが出るのでこれで OK をタップしますそしたらですねお支払い元がご覧のように先ほど楽天のクレジットカードから楽天キャッシュで支払いが可能というふうに切り替わりましたこれで普通に楽天ペイで決済がしたら先ほどチャージした1000円分がそのまま決済で使えるということになります結構簡単ですね で、今回のキャンペーンのちょっとしたシミュレーションなんですけども、まあ、楽天キャッシュと楽天カードを使った場合ですね。まず楽天カードを使って、そのクレジットカードから楽天キャッシュにチャージした場合は0.5%還元となります。 そして、その楽天キャッシュからお店で楽天ペイで決済を行った場合は1%還元となって、これでトータルで実質1.5%還元が出来上がるということになります。なので、もしですね、この最大1.5%還元の一番大きい方法がこれということになるので、まあ、もし楽天のクレジットカードとか持っている方であればこういった方法もいいのかなと思います。以上がこのチャージ払い楽天キャッシュを使ってからの1.5%還元の方法についてでした。ちなみにですね、えー、先ほどお伝えした 楽天銀行とか楽マからチャージした場合は1%還元となりますので、ここをお気をつけください。それでは次ですね、ポイント払いということで、今まで貯めた楽天ポイントで1%還元ということなんですけども、まずそのポイント払いの方法ですね、楽天ペイの場合、早速この画面からお伝えするんですが、もしポイント払いをする場合、ここの設定というところをタップします。そうすると、楽天ポイントの画面に切り替わるんですけども、 今見ていただいたらわかるように、ポイントの利用設定使わないという風なところが設定されてるんですけども、ここの使うというところをタップしたら、赤色で使うのところに切り替わります。この状態で OK をタップしたらですね、ご覧のように、ここにですね、ポイントを使うというところにチェックが入ります。で、その場合で、楽天ポイントにチェック入れた場合で、お店で支払った場合でも1%が還元されるということになるので、 もし楽天ポイントの消化に困ってるなっていう時は、まあ、この楽天ポイントで決済しても1%が還元されるので、まあ、消化するプラスそれで還元を受けることもできるので、かなりお得なんじゃないかなと思います。以上がこのポイント払いについてでした。次こちらのクレジットカード払いですね。これ簡単にだけお伝えします。もう実際のシミュレーションなんですけども、先ほどのま、楽天キャッシュと話がちょっと関連するんですが、その支払い元というところをですね、楽天カードに切り替わり、切り替えます。 そうした場合は1%還元ということになりますね。至ってシンプルです。まあ、僕はこれまで楽天ペイで決済するときは、基本的に支払い元を楽天カードと設定した状態でいろんなお店で決済してたので、 ま、結構これで決済されてた方って多いのかなっていうふうに思います。でですね、一つ気をつけてほしいのが、支払い元別のクレジットカード。まあ、結構ですね、楽天店に関しては、ビザラインペイクレジットカードとか、3D セキュアが入ってる機能を持ってるカードを設定した場合、まあ、そのクレジットカードの恩恵を受けることできるんですけども、 実際にそれで楽天ペイで決済した場合は、このキャンペーンの期間中は還元の対象外となります。なので0、0%ということですね。なので、もしですね、支払い元を多く楽天カード以外に設定される際は、ここはお気をつけください。 以上がこのクレジットカード払いについてでした。まあ、ここまでがこの最大1.5%還元のキャンペーンについてなんですけども、今回ですね、先ほどちょっと冒頭にもお伝えしたチャージ払い楽天キャッシュに関してのちょっとしたキャンペーンがありましたので、そちらも含めて大きく分けて2つ目の方ですね。そちらをお伝えします。 それがこちらなんですけども、今なら期間中に楽天キャッシュにチャージして楽天ペアアプリでお支払いすると100万ポイント山分けキャンペーンというようなものがスタートします。 で、このキャンペーンなんですけども、エントリー必須となっておりまして、まあ、書いてるように、今もエントリーがキャンペーンページから参加できますので、ぜひ今のうちに参加してみてください。そして期間は7月の1日から7月の31日までとなっております。まあ、簡単に言うと、このキャンペーンの期間中に、今さっきお伝えしたような楽天キャッシュにチャージをして、楽天ペイで決済したら、山分けに参加できるということですね。まあ、他の細かい情報なんですけども、簡単にだけお伝えします。 まず、この対象店舗ですね。まあ、これはもう本当に、もうご存知の通りかと思うんですけども、楽天ペイで決済可能な場所となっております。これが対象のお店ということですね。そして条件なんですけども、先ほども何度もお伝えしたように、楽天キャッシュにチャージをして、その後に楽天ペイキャッシュで支払うと。そうすることによって、この山脇キャンペーンに参加することができます。 でですね、この楽天キャッシュなんですけども、該当するのは、楽マの売上金、あとキャッシュ交換、楽天カード、楽天銀行からのチャージ、こういったものが楽天キャッシュに該当するということになります。そして特典として、100万ポイント山分けで、一人最大200ポイントまでがもらえるということですね。で、今回もらえるのは、楽天の期間限定ポイントとなっております。以上が100万ポイント山分けキャンペーンについてでした。 まあ一応ですね、今回の、まあ、7月からの楽天ペイについて簡単に最後にまとめさせていただきました。で、まあ7月からスマホ決済で楽天ポイント貯めたいっていう方がいらっしゃいましたら、もうこれはもう楽天ペイでの決済がやっぱりおすすめかなと思います。で、先ほど、まあ最初の方にもお伝えした楽天カードを使って で、なおかつ楽天キャッシュで決済する、この1.5%を狙うのは全然ありだと思います。まあ、けどですね、還元率を求めるなら、もう別の決済方法も全然ありだと僕は思っております。例えばなんですけども、D 払いプラス Visa l i n e p ジットカードの場合は、D 払いの0.5%還元もあるのと、あと Visa l i n e p ジットカードを紐付けてる場合は、実質3.5%還元を受けることができます。それに加えて、僕自身はちょっと優先順位かなり下がってるんですけども、Visa ペイドカードのキャッシュですね、 それの1%プラス別のクレジットカード。まあ大体が1%のものが多いと思うので、それでトータル実質2%還元。これを狙うのも全然ありだと思います。で、ここには記載してないんですけども、もしソフトバンク、ワイモバイルユーザーの方がいらっしゃいましたら、PayPay、まあ、で決済すればいいですね。PayPay プラス Visa Line Pay クレジットカード。これを使うことによって実質3.5%還元を狙うことができます。で、その場合は、 ソフトバンクまとめて支払いとか、そういった方法でチャージをして、それによってビザナインペイクレジットカードの3%も受けることができますし、それでペイペイで普通に決済したら0.5%の恩恵も受けることができるので、まあぜひそういった方法でもご自身で一番いい効率の方法ですね、出して、そこからまあ7月に挑んでいただけるのもいいんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで今回は久しぶりの楽天ペイのキャンペーンで,ですね、大きく2つお伝えさせていただきました。 まあ、本当ほね、気がついたら、楽天イに関しては通常の還元率が0%だったので、まあ、それが普通に最大で1.5%還元になったっていうのはかなり大きいんじゃないかなと思います。しかもね、7月からに関してはキャッシュレーション者還元事業がもう終了した状態からスタートするので、かなりこの1%のありがたみっていうのはかなり実感してくるところが、ところどころで出てくるんじゃないかなと思います。まあね、けどやっぱ7月始まってみないとわからないっていうところもあるので、まあ、そこら辺もね、随時僕の方で情報発信できる いればなと思っております一応今回お伝えした楽天ペイのキャンペーン2つに関しましては下の概要欄にリンク貼っておりますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました